ウォウ、イズミーとは、ジョージア州アトランタにて結成された、メタルコアバンドである。2009年に、ポストハードコアバンド、オブマシンズの元ドラマーであるオースティンを中心に、結成。その後まもなく、ライズレコード参加のベロシティレコードと契約。2010年8月、デビューアルバム、ナンバー、S をリリース。プロデューサーに、元、ラスト、ウィンターのキャメロン・ミゼルを、そしてミキシングに、 ジョイスタージスを起用して制作され、全米ビルボードのヒートシーカーズアルバムチャートにて16位を記録した。12月には収録曲であるアンド・デ・リン・キンツのミュージックビデオが公開された。2010年12月、リードギタリストのティムが脱退を表明。サポートメンバーとして、ジャック・ラウングダルが一時加入した後、2011年3月、ジョフリーがリードギタリストとして、 正式にバンドに加入。しかし6月下旬に脱退し、7月、アバンドン・オールシップスをクビになったアンドリューが、リードギタリストとして加入した。2011年8月、クリーンボーカルを担当していたタイラーが、ソロ活動に専念するため脱退。9月には、地元アトランタで活動している王、マンハッタンのボーカルであるハンスが、クリーンボーカリストとして加入し、直後に、新曲、 ベンジェンスを公開した。2012年3月、マイケル・トコリー、ベンのフェリス兄弟が脱退。サポートメンバーとして、ザッツ・アウトレイジアスの元ボーカルであるドリアーノ、そしてブライアンが加入し、4月に正式メンバーとなった。2012年5月には、ニューアルバムのレコーディングを開始した。2012年7月、ナンバー・ S のリー・シューバンをリリース。シューには、 元々の10曲に加えて過去のシングル曲やアタックアタックのキャレブによるリミックス曲などが収録されている。2012年9月アルバムジェネシー S を11月20日にリリースすることが発表され、それに先立ってアルバムに収録される予定であるアイブ・トールというワンスをシングルとして10月2日にリリースした。ハンス、タイラー、 マイケルは以前にーパスレストラベルドというバンドのメンバーであった。タイラー、マイケル、コリー、ベンは2012年夏にイシューズを結成したが、後に全員が脱退している。アンドリューは解散後、2016年にアバンドンを売るシップスの再結成に合流している。ありがとうございます。